東本線は、太陽国の鉄道であり、クルンテープ駅と、アランヤプラテート駅間を結ぶ、鉄道路線である。チャチューンサオ駅サッタヒープ駅間及び4つの支線を、有する。クルンテープ駅アランヤプラテート駅間は、1926年11月8日に、全線開業し、その支線として、チャチューンサオ駅サッタヒープ駅等が、1989年7月14日に、開業した。 今では、市線の貨物輸送がメインとなっており、旅客輸送数は道路が整備されてきたことにより、バスにその座を奪われている。貨物輸送の伸びにより、フアマーク駅チャチューンサオ駅間が参戦となっており、チャチューンサオ駅レムチャバンコー駅間の伏線化が行われた。2019年4月、カンボジア側国境のポイペトまで再延伸。詳細は、区間の節、並びにす。 を参照。東本線の基幹路線、すなわち本線である。このうちクルンテープチャチューンサオ館は、バンコク近郊区間にあたり、バンコク中心部とチャチューンサオ県の県都である、ムアンチャチューンサオ群をほぼきれいに東西に結んでいる。当線の旅客列車の半数程度が、クルテープチャチューンサオ館の運行である。チャチューンサオで、東部林港地帯を結ぶ。 サッタヒープシ線と分かれた後は北に進路を変え、同県バンナームプリアを郡にある、クローオンシップカーを駅で、東北線、健康医駅を結ぶ貨物バイパス線が分岐する。同駅園は再び東に進路を変え、プラーチインブリー県ムアンプラーチインブリー郡サ酒オ県ムアン酒オ郡といった、県庁所在地を経て、同県アランヤプラテート郡を結び、タイカンボジア国境で、 ロイヤルカンボジア鉄道北線に接続する。チャチューンサオからブラーチンブリーにかけてはバーンパコンカワウガンに沿ってプラチャンタカームイ島は国道33号線にほぼ並走するルートを取っている。第二次世界大戦中日本軍によりアランやプラテート駅からカンボジアのシソポンまでの鉄道を開通させ、 1941年12月20日頃より、プノンペンバンコク間の国際線が運行されたが、戦後廃止された。1955年4月22日に再開されたが、1961年12月27日に、再度廃止になった。さらに1970年に再復活し、1975年に、再再廃止になったその後、ポルポト政権により、カンボジア国内の、 シソポンより国境までの線路が撤去された。後に修復工事が実施され、2019年4月22日、アランヤ・プラテート・ポイペト間が開通した。タイ・カンボジア間の鉄道は再連結されたものの、2020年現在タイとカンボジアの二国間を直通運転する国際列車は運行されていない。カンボジアの鉄道も参照。旅客列車の運行はクルンテープ駅。 バーンプルータールアンへ駅間の一往復のみである。貨物列車のみの運行であり、旅客列車の運行は行っていない。貨物列車のみの運行であり、旅客列車の運行は行っていない。貨物列車も2015年以後運行を休止しているため、レールは錆び、線路上には、幹木塔が伸びたまま放置されている。貨物列車のみの運行であり、 旅客列車の運行は行っていないが特別な事情の際にはこの限りでなく円滑な運行に努めている。2016年2月17日にチャチューンサオ駅健康駅間の複線化工事着工式が行われた。工事期間36ヶ月の日程で2019年に完成予定。貨物列車のみの運行であり、旅客列車の運行は行っていない。 ラートクラバン駅とパーチョムクラを停車場の間に位置する通関拠点、ラートクラバン ICD に設けられた貨物駅とふわたけ駅を結ぶ支線で旅客列車の運行は行っていない。王国の鉄路大鉄道の歴史 P75、大鉄道旅行 P339、王国の鉄路大鉄道の歴史 P295 から296、AB 分岐駅を パーチョムクラを停車場とする場合もあるが、実際のところ配線は独立しており、同停車場は通過する構造となっている。バンコクからカンボジア国境へ大国鉄が旅客列車運行。 ニュースクリップ、http://www.newsclip.b スラッシュアーティクルスラッシュ2019スラッシュ06スラッシュ25スラッシュ40083ドット HTML2019 年6月26日日閲覧。 君はの大鉄道 P79、王国の鉄路大鉄道の歴史 P331 から332大カンボジア間の線路、接続、道路境界通、ニュースクリップ、B2019 年4月22日、チャチュンサを、原子位復線化大国鉄が、着工式。 ニュースクリップ b t p、b,http コロンスラッシュスラッシュ www.newsclip.b スラッシュアーティクルスラッシュ2016スラッシュ02スラッシュ18スラッシュ 28386.html2016 年2月18日閲覧ありがとうございます。